九州大学ソーシャルアートラボの3年にわたる取り組みであるアート活動を通じた共に生きる社会の創造は、令和2年度が最終年度となりました。平成30年度から行ってきたこれまでの取り組みを引き継ぎ、社会包摂につながるアート活動を支えるアートマネジメントの実践講座や調査研究に取り組みました。九州北部豪雨災害復興支援プロジェクトは、2017年に発生した九州北部豪雨災害の被災地を支援する活動を行ってきました。今年度は被災地の自然や記憶をテーマに作る短詩575の連句会、共生の里の黒川庭園でのデジタル枯山水とアートパフォーマンス友行きの無観客上演、朝倉市覇気不問院での音と体のワークショップを実施し、日本茶を飲みながらそれらをリモート鑑賞するオンライン喫茶アート養生会をライブ配信しました。受講生たちはそれぞれの専門分野や特技を生かして主体的にアート活動を企画していく中で、自然と人間との関係や自然とアートとの関係について考えを深めました。また被災地域住民との交流が深まったことで、今後も被災地でのアート活動を継続する意欲を持つようになりました。来年以降は社会人になってしまうんですけど、来年以降もそういうつながりを大切にして作品を作っていくということをしていきたいなというふうに思っています。皆さん映像をオンにしてください。今年度演劇と社会包摂制作実践講座は、それぞれの日常をテーマにすべてオンラインで開催しました。身体表現での関わりによって体感的に学んできた制作実践講座にとって、オンラインでの開催はとても実験的なものでした。ワークショップでは、画角やそれぞれの場所を生かした作品作りを通して、対面とは違った身体的関わり方を模索し、オープンディスカッションではチャットを利用するなど、視聴している受講生とインタラクティブなやり取りができるよう工夫しました。そして11月20日にはワークショップでのアイデアをもとにパフォーマンス公演を行いました。今年度はオンラインでの表現活動について考える講座となり、オンラインは対面の代替手段ではないと実感できる講座になりました。奥山芸能プロジェクトでは、認定 NPO 法人山村塾と共同して、50日間のワークキャンプと4回の奥山芸能学校、第1回反応反芸フォーラムを開催しました。ワークキャンプでは、田んぼの草取りや竹林整備など、農村での活動と並行して、民族芸能アーカイバーの武田力さんによるアートワークを行いました。また、奥山芸能学校は、3回をオンラインで開催し、山村塾がある八女市黒木町笠原地区にまつわるものを指示書とともに受講生へ送ることで、反応反芸を身近に考える機会としました。12月にはアートある暮らし、脳ある暮らしをテーマに反応反芸フォーラムを開催しました。北海道の飛湯芸術祭や茨城県の砦アートプロジェクトなどの活動を紹介し、反応反芸について考えました。過疎とか高齢化の課題って、農村の課題っていうよりかは都会の課題じゃないかなって僕は思っています。公開講座としては、公共劇場における社会包摂のあり方や社会包摂につながる文化芸術に対する評価のあり方について考える2つの講座に加え、ソーシャルアートラボの3年間の取り組みを関係者や参加者と振り返る公開ディスカッションを開催しました。また教材開発では、社会包摂につながる文化芸術のプログラム構築やアートマネジメント人材育成について、3年にわたる授業でソーシャルアートラボが新たに得たことを整理し、授業に関わった方々の言葉とともにまとめた報告書を作成しました。3年間の取り組みを通して、
受講生は体験的に学んだスキルやノウハウを自分たちの活動の場に活かせる手がかりを見つけ、共同団体は活動を自分たちで継続し展開する力を身につけました。今年度で本事業は終了しますが、ソーシャルアートラボは引き続きアート活動を通じた共に生きる社会の創造を目指した活動を続けていきます。